湘南相模統括センター構内から茅ヶ崎駅上り一番線を経由いたしまして、茅ヶ崎駅西一番線まで参ります。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。入れますのでお立ちのお客様ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。本日は数少ない205系の兄弟コラボ相模線用205系500番台の入れ替え車両乗車体験鶴見専用205系1100万台との写真撮影会開催にご参加くださいましてありがとうございます。まもなく入れ替え信号機手前に到着いたします。信号機が入れ替え信号機となります。こちらが右向かって右側の信号が上に上がりますと進行信号となり入れ替えが開始できます。また下の白く光っているものが識別標識となります。こちらが点灯していることにより入れ替え信号機が利用できるものとなっております。この先茅ヶ崎駅上り1番線を経由して西1番線まで運転を行います。なおこの先入れ替え信号機の確認を行いながら運転を行うため2回ほど停車をいたしますのでお立ちのお客様ご注意ください。ポイント通過の際入れますのでお立ちのお客様ご注意ください。これより西一番線に入ります。なお西一番線は年に数回しか使われないことからレールの表面があまり磨かれていないため先ほどまで走行してきた路線と比べて走行がより大きく聞こえます。ご乗車ありがとうございました。西一番線に到着をいたしました。折り返し運転のため車両の進行方向が変わります。準備をいたしますので発車まで今しばらくお待ちください。
入れ替え信号が進行信号、信号表示器が左方向の鍵を押しましたので、すべて発車をいたします。揺れますので、お立ちのお客様はご注意ください。
ートマークをする前、もしより寄り取りたい方がいらっしゃいましたら、お近くまで撮影していただいて大丈夫です。あとまたヘッドマーク返さないで一旦下がっていただくような形でお願いいたします。次は